はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、スクスト2というわけでの実況をしていきたいと思います。707日目のログイン&日記でございます。眠い。今日は一年セクシーな格好をしている。でも寒そうだ。今日はバリ寒いですね。すっげー寒いんですけど、どうしよう。恐ろしく寒い。ネギ。ティッカちゃん。なるほど。チョコラデミラペア。攻撃性ガールズペア。エリ型ガールズペア。シュート部ガールズペア。後方委員会ガールズペア。ワンチャンスできた。おいっす。あざっすっす。あ、展開してる。起きているかい、そこちゃん。あ、ランキング一応出てますね。前回の、というか先日の、ダメコン1日目、3日目の結果発表を見てみたいと思うところでございます。てか、ちょっと見ちゃったんですけどね。アイテムを受け取ったら見てしまったんですが、しまったってことですね。じゃあ、見ていきますか。じゃん、まあ、私のよりどっちかっていうと皆さんのやつですよね。上位陣の火力を見たいと思います。総力お疲れ様でした。激しいランキング争いが繰り上げられていた。もしゅー桁がやばくないですか。はい、そうですね、まさにその時。おお、一気にいった、一気にいった。みんながバーって、ああそうか、トップ3のとこまで見るとバーンっていっちゃう感じだな。まあ見慣れた名前ばかりな気もしますがね。第3位はスコア5825万4879、松本之助芸術学隊長さん。名前が変わってらっしゃる。でもやっぱあれなんですね、特攻の力がないと。協力戦中とかは奥越えとか見ますけど、割と普通にやったら奥はいかないんですね。ちょっと安心した。第2位はスコア5861万7064、セレナ隊長さん。おー、ということは第1位は夕焼け隊長さん。なるほど。スコア6113万4763、結構差がありますね。素晴らしい。僕ですね、まあ、僕のはちょっとあれですけどね。はい、総力ランキング最終スコア1022万8613で5184位ということでね。まだまだ、でも言うて多分1000万とか出せるようになったんですよね。1000万って多分今まであんまり出てなかった気がするんですよ。てか協力戦中とかは出てたけどっていう。まああとはサポートメモかとか、まあサポートメモかもミスってなきゃもうちょっと出てたと思うんですけど、まあそこはしょうがないことですね。他の方も多分同じような状況になっている人もいると思うんでね。というわけで初日は終了。5000以内入りたかったっすね。ちょっとね、ギリギリだったっすけど。もうちょっとやってもよかったかもしれない。そしてありがたく招待していき、いいの。じゃあ、2日目のダメコンいきますか。とりあえず。ダメなコンでダメコン。一応まだ対戦階級は B のままでございますので。で、あ、そうだ、パーティーがやなきゃ。おいおい、今回は2500万。一応30補正が入ってますからね。コンボ発生率が。だからここも、あ、金吹くべき点欲しいな。2500万目指してみますか。いけるのか、2500万。果たして。とりあえず、頑張ってみますか。編成で、このパーティーじゃなくて、読み込みまして、あれどれだっけ、あれ保存したんだかな、これかな、これってはるか昔のやつじゃないこれ。でもさ、アシストメンバーいねえんですけど。ダメコンダメコンって書いてあるな。これこれいつの、これいつのやつこれ。そっか、ここだけにしたのか。で、ここを結局実際言うほど手間じゃないからね。あのティッカちゃんとだったらユイちゃん言うからだけだもんね。っていうだけだから、まあいいかって感じで別にチーム保存しなかったわけね。行こう。
前回が第1000万で、だ1500万ぐらいせめて出さないといけないんじゃないかな。わかんないけど。うん。コンボめっちゃ後数ってなんですよね。でもちょっと、なぜか、すごい眺めていたい。なので、ですが、とてつもなく眠くて、とてつもなく寒くて、よろしくないので、なんとかしないといけないですね。早く寝るしかもうないと、道はないということなんですけども、ね。ちょっとね、眺めていくのも、今日ではあるのですけども。あ、これもコンボ繋がってる？初手が何コンボ繋がるかまで見ますかならば。確かまだ出てなかった気がしますね。なんか何かこうやって見てると、動画とかこうやって見てると、うとうととして眠くなるんですね。お、繋がりまくりか、これは。多分妥当じゃないですね、プラス 30% アップは。すごっ。これ多分、なんなら行くんじゃないかな、30コンボとか。行かないかな、それは無理すぎかな。アシスト1人目ですよね。2人目がルイちゃん。次、サトカちゃんの最強攻撃が入り、そこからまだ我がコンボが続く可能性があるわけだよね。寝そう黙ってると寝落ちしちゃいそうでしょ。危ない、寝落ちが。まだコンボ取れてないよね、ここで。あー、ファイスとか。まあ、とりあえず一周したというところで。さあ、いくつ？ 27 コンボ。おー、すごい、初。なんていうの？最高記録。こんなことも出てこない。2000万いきました。2000万。わーお。1500万とか言ってたけど、2000万。2000万も出るんだ、私。出せるんだ。別に4倍とかやってないもんね。これ4倍だったら8000万だもんね。すごっ。すごっ。マジ？ちなみにランキングのボーダーが、あ、でも2000万だと、あ、でも5000以内は入れそうですね。今んとこだけどね。まだ始まったばっかだからな。どうなるかわかんないですけどね。でもなんか、ここまで来たら2500万ちょっと見たいですよね。ちょっとあと何回かチャレンジしよう。いやでもさ、まあ、ほぼ27コンボって多分結構限界値じゃない私の。19コンボでしょ。明日も5枚もらえるんですよね。じゃあちょっとあとここへ使ってみようか。最初が一番良かったですね。いやでも30コンボって見てみたいな。でも1800万。お、協力戦、これ協力戦いくつもらえるの？結構いいもんもらえるな。22コンボ1500万か。いや、一発目が一番いいっていう。ですね。いや、でも2000万とか、なかなか、4万。おしまい！結局これ終わりましょう。一回というか、今日はこれで終わって、明日また頑張りましょう。あ、めっちゃもらえた、そっか。いろいろもらえんだよね。で、ちょっと一応 B とかにしといて、本当はもう対戦階級もうちょっと上げた方が無駄つやかもしれません。あ、しまった。ゆいちゃん戻してねえや。ごめんって。今の一発で怒られちゃうな。これ読み込むまでもないよね。こうするだけでいいからさ。その読み込まんでもええんちゃうってちょっと今思ってしまったけど、まあいいでしょ。で、いっぱいもらいました。わーいわーい。わーいわーい。やだやだ。あれはゲント使えるか。あ、そうだ。私、もうちょっと火力出てたかもしれないね。そうだったわ。さとかちゃんのゲントするって言って結局やんなかったんですよ、私昨日。それだ。2回もゲントできるんだよ、しかも。ミスリンコ。まぁ、ちょっと火力上がったかもね、ちょっと。あ、しかもまだ効果ができる。ちょっとお待ちください。お待ちを。ごましを。よくわかんない。ごましを。ごましをって美味しいよね。ごましを。ごましをって、なんだろう。
ポテトポテトチップスとかかな。うん、あるよね。3も上がるじゃん。あ、特攻の時代終わったのだよ。さあ3も上がるんですけど、くらえからね、くらえからね、くらえ、結構これでかかったんじゃないかな、そこそこ上がりますかね、そこさんの火力。うん、バカになんだけどこれ。さらにあれがつくからね、覚醒演出っていうのがついてますね。うん、あと3でさとかちゃんとりあえず終わります。次みほちゃん行ってエクレアを全部ゲントし終わって、早く UR イフをゲントし直さなきゃいけないからね今のところ。ああ選べるリライトだって、やってみて、やってみて。ちなみにこれでさとかちゃんどんぐらい強くなったの、チラリ。うん、てかおお結構いくな。でも本当はここがね、うん、ここが本来はねコスモレクイエムだったんだよね、レベル75の。うーん、いつ戻そうかな。まあそもそもまだコスモレクイエムが帰ってきてはいないからね。うん、まあでもわかんないですけどね、コスモレクイエムを手に入れるのが先か、てか回収し直すのが先か、3枚目のエクラ手に入れるのが先か分かんないですからね。うん、でも本来ならまあ言ってここはコスモレクイエムレベル75だったわけですけど、まあそんなん言っても線のない話ですからね、もはや後の祭りを。うん、そこは噛み締めていくしかないわけですけどね。はい、うむ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 、うん、はい、うわ、ね、首しか出ないあ、首しか出ないってもなかなかだね。これいつまで12月4日ね、使い忘れないようにエリクサーがいっぱい手に入るからね。うん、あ、そう、あとそう、私昨日はやり忘れてんだよね。そうだ、あの昨日というか一昨日か、もうなんなら、あの交換所使ってねえっていう、あのね、協力戦恒例のさあるじゃないですか、これがあるんですよ、これが、ほんまに。うん、忘れちゃいけないやつね。これ取るじゃん、10枚じゃないですか。あと4枚でまたいくらかけてガチャゲン取れるよ。ほんで、UR が実は全然まだ回せるんですよ。UR 確定ガチャあるんで。うん。これで、ね、ただ、本当、引き換え券を取るかどうかとかもありますけどね。これでまた UR 確定ガチャができるんですよ、実は言うと。ね。まあ、ダメコメントにしようは、まあでも一応なんだかんだでさ、帰ってくるものが意外とでかくて、うん。価値はちょっと感じましたね。うん。ダメコンの回数をこなすというのは。うん。でこんな感じですね。ちょっとやり忘れたのやったんで、じゃああと UR 確定ガチャ回しんこして、またシリウスガチャでいいかなかな。うん、とりあえずセイクリッドのやつを回収、早めに回収したい私がいる、うんだよね。うん、いくか、はいな。あ、この演出で UR が出ちゃうやつ、マジやばいからの誰だ、カエルさんか。あ、ちょっとゲスト飛ばしちゃったごめんって。あ、そこれも引いてなかったね。で、さとかちゃんでいいっす。うん、選択肢がなかった。あー、ジャージかー。いや、結構欲しいのあったんだけどな。ジャージかー、なんかあの巫女服みたいなやつとかなんか欲しかったな。一番いらんいや、そんなこと言っちゃ怒られちゃうかな。うん、いやでもデザイン的にちょっと個人的に一番ちょっと悪かったかななんて思うんですけど、まあそれはそれかな。うん、しばかりちゃうか、あんまり慣れてるとね。あれ、どれだ、ないないぞ、ないのか、ないのか、残念。そんなことないよね。うん、どこだ、
じゃあ、あれないぞ。SR だっけもしかして。SR なの ?SR だったもしかして。あ、ちょっと待って、メモカーはないのか、そもそも。ごめんなさい。そうだった。そうかもしんない。メモカーがつかないやつもあるんよね、中にもね。そうだったね。多分それだ。だからないんだ。でした。なんでもないです。うん。うむ。じゃあ、ラビット終わりますか。ちょっと眠すぎて。あー、高枝さん強くなった。さあ、ティッカちゃん、ここワンパンで取れますか。チャンスはあるよ。ゆきちゃんきた。ゆきちゃんもいる。うん。でも多分足りないからスマッシュ必須なんだけどね。スマッシュが出ないと倒せないか。ノーボイス。ノースマッシュ。角度がいくかな。ノーボイス、ノースマッシュですね。皆さん。悲しいですね。結構カエルさんとかさ、いや実はね、強くなったっしょ。カエルさんとか、そうだね。なんならもう、実はさりげなくイサキさんを超えてしまったかがりじゃん。うん。ずっと手にいろんな入んなかったけどね。カエルさんはカエルさんじゃないや。もうダメだ。喋れない。全然喋れないぞ。うん。はい。じゃあ、このぐらいでいいですかね。なんかやり忘れてない？大丈夫？言われかけてガチャ券交換してました。ゲント使える交換してゲント積もした。多分これでやり忘れはないと思うんですけどね。フレイワークも昨日めちゃくちゃ見たんで、大丈夫だと思います。多分。よし。じゃあそんな感じでいいですかね。そう、なんか、なんだっけ。カレンダーが新しくなってっていうのは12月分が更新されたってことか。うん。いやー、12月、来月で私のスクスト2周年ですからね。ちょっと2周年動画っていうのはそろそろ1周年動画はちゃんと作れなかったんで、2周年動画ちょっと、ね、簡易でもいいから出そうかなっていうかね。まあ今回はちゃんとした編集ソフトもあるんで、頑張ってもいいかなとか思うとかありますね。いや、で1周年もね、ちゃんとなんだかんだで結構なんかその動画は撮ったんですけどね。撮って、あとは、その総集編みたいなまとめをくっつけるだけだったんですけど、それすらも元気がなくて、ずるずると言ってる間に、結局、もう時が経ちすぎて、もうなんなら2周年になっちゃうやんってなったんで、もうさすがに出すのもいいかなと思って、で、12月はネブロスディが3名いらっしゃるんでね、はい。お祝いしていきましょう。で、そんな感じで、ダメコンね、まだまだ、楽しんでいけるとこあると思うんでね。頑張ってきますよ。ただね、お金だけ本当でもちょっとね、2000万出せたの嬉しいっすね。めっちゃ嬉しいっす。今2088だって。まあ、まだ本当は今日始まったばっかなんで。英語ではね、2500万って行きたいだろう。まあ、だからこれも目標ですよね。この、とりあえず感想というか、一番最後までとりあえず取る。そしてさらにその上でランキングも上を目指していくというのが、まあ結構、あっちいんじゃねえかなと。言いたいところですよね。そんなもんかな。終わりましょうか。もうあくびしか出ない。というわけで、ありがとうございました。また頑張っていきましょう。とりあえず私はいろいろやってから寝ます。ではでは、お疲れ様でした。バイバイです。